2020年12月20日から12月26日今週発売予定の気になる PC ゲーム。最初はオーバーライド2スーパーメックリーグ。プラットフォーム Steam、 発売予定日12月22日火曜日。ジャンル対戦アクション、日本語対応。ゼノタイプの侵略を阻止してから7年後、巨大ロボバトルが人気となっている世界を舞台にしたロボット対戦アクション。新米パイロットとしてランクを上げて名声を得よう。2018年に発売されたオーバーライドメックシティブロールの続編となります。シーズンパス購入によりネットフリックス版アニメウルトラマンのキャラも使用可能。最大4人でのマルチプレイにも対応。2作品目、ザ・ホーンティング。プラットフォーム、Steam、発売予定日、12月22日火曜日、早期アクセス開始。ジャンル、ホラーアドベンチャー。日本語未対応。超常現象調査員の2人組が、レッドウォーターウッズで襲われる恐怖体験を描いた、一人称視点のホラーアドベンチャー。カメラを使って霊と戦い、パズルを解いて真相を暴け。日本のホラーゲームから着想を得て西洋風にアレンジしたとのことで、どのゲームかは想像がつきますね。早期アクセス開始時点では一部しかプレイできず、正規の半額で販売されるとのことです。3作品目、600 Seconds The Deep Charge。 プラットフォーム、Steam、 発売予定日、12月23日水曜日。ジャンル、TPS、 日本語対応。1927年7月15日23時50分、悪夢に囚われた少女が0時になると現れる怪物と戦う TPS。 600秒の間に境界を探索し、戦いに向けて万全の準備を整えよう。戦闘パートでも弾薬や回復薬などは配置されているようですが、武器は配置されないため、600秒間の探索パートでいかにいい武器を探せるかが重要となるようです。4作品目、スーパーミートボーイフォーエバー。プラットフォーム、エピックゲームズストア。発売予定日、12月23日水曜日。ジャンル、アクションプラットフォーマー。日本語対応。ミートボーイとバンテージガールが愛する我が子を救うため博士に立ち向かう高難易度アクションプラットフォーマー。触れれば即死のトラップだらけのステージを駆け抜けろ。人気のスーパーミートボーイの続編となります。本作ではオートラン方式が採用されたことで、プレイヤーは移動以外のアクションに集中でき、また攻撃アクションも追加されています。5作品目、バイスウェーブ。プラットフォーム、Steam、 発売予定日、12月23日水曜日、早期アクセス開始。ジャンル、アクション。日本語未対応。1980年代のロス・リベロスの街を舞台に、20代の若者がギャングの麻薬密売人としてのし上がるクライムアクション。街で最も影響力のある麻薬王になり、犯罪帝国を築け。ローポリスタイルの GTA といった感じのゲームかと思われます。街の広さやできることの自由度、武器や乗り物などの種類がどのくらいあるのか気になります。
6作品目 No Place Like Home。 プラットフォーム Steam 発売予定日12月24日木曜日、早期アクセス開始。ジャンル経営シミュレーション、日本語未対応。人類の大半が火星に移住し、地球にわずかに残った人たちが環境の再構築を目指す農場経営シム。ゴミを片付け、木や花を植え、動物やロボットと仲良くなり、コミュニティを築こう。デモ動画を見る限りでは荒廃した地球とのことですが、そんなに生活が厳しい世界ではなく、ゆったりとしたスローライフな感じに思えますが、実際はどうなのか気になります。7作品目さよならエレクトリック。プラットフォーム Steam 発売予定日12月24日木曜日。ジャンルビジュアルノベル、日本語対応。月面基地でのとある一日を描いた癒される可愛い絵柄が特徴的なビジュアルノベル。特定箇所のクリックによる様々なレスポンスなど、インタラクティブな仕掛けも搭載。オリジナル版で結末を知った後に改めてもう一周プレイしたくなる作品、現代社会を考えさせられる短いながらも深い作品などの評価があり、どんな内容なのか気になります。最後はオモリ。プラットフォーム Steam 発売予定日12月25日金曜日。ジャンル RPG、 日本語未対応。引きこもりの少年オモリがかすかに記憶に残る自身の真実を知るため、優しくも奇妙な2つの世界を行き来しながら隠された記憶や真実に向き合っていく RPG。死やうつ病という重いテーマを含んでおり、プレイヤーに選択を迫る場面もあるようです。発売時点では日本語未対応ですが、プレイズムより後日対応予定とのことです。今回紹介したゲームはいかがだったでしょうか。ご意見ご感想をいただけると励みになります。また気に入っていただけましたら登録をお願いいたします。それでは。